イスズ・フローリアン、フローリアン、フローリアンは、イスズ自動車が1967年から1983年まで販売した中型乗用車である。フローリアンは既存モデルの大衆車であるベレットのやや上級の中型車として企画されたもので、競合モデルにコロナやブルーバードを想定したミドルクラスのファミリーカーである。営業力の弱さと、 個性的なデザインがユーザーを受けしなかったこと、さらに開発費の不足から、モデルチェンジの機会を意し、根本的な改良のないまま15年間の長期に、わたって生産されたことから、商業的には、不成功なモデルであった。形式名は 1600cc 車が PA20、1800cc 車が PA30、ディーゼルモデルは PAD30 で、バンは、 それぞれの数字の後に V がつく。当初の開発コードから、小発表時に117サルーンとされたことからも、軽るように、117クーペとは、姉妹車の関係にあたり、両車は車種を共有する。また、本社のスタイリングは、イタリアのカロッツェリアギアに依頼されている。車体は4ドアセダンと5ドアライト版の2種類。発表当時は、当時の他車種と比較すれば、 背が高いロングキャビン型の設計で、流麗なラインを持つ、居住性に優れたセダンとして、一定の評価を受けている。ことに、六ライト型の側窓処理は、日本車らしからぬ個性があった。これは、リアドアウィンドウの冊子上辺をなるべく水平にする、ことで、交端を高くし、後席の上厚性、特に、高島田姿の女性に配慮した設計とするためにも、必要であった。しかし、 ドア自体は前後に狭く、開口部はそれほど大きくない。1983年までの長期にわたり、途中2回のマイナーチェンジのみで製造が続けられたため、末期はモデルとしての陳腐化が著しく、車用車、タクシー、教習車といった業務用としての需要がほとんどった。このため、117クーペの倍近い生産台数がありながら、 現存稼働者は極端に少ない。加えて、オーバーデコレーションで存在感あるデザインとなったシリーズに SE については、一時期旧車愛好家の間でそのキッチュさが再評価され、それが若年層にも注目されるきっかけとなり、多くがカスタムカーのベースとなり、一気に現存数を減らしている。15年間の総生産台数は145,836台。 内番42,625台、椅子自動車ウェブサイトより、フローリアンとベレットのスポーツ車とは、エンジンの大きさが重なる部分があり、フローリアンは、家庭用で、ベレットは、スポーツイメージで売っていたこともあって、これを、あなたは、狼派か、羊派かと歌った、広告のキャッチコピーが、車に、関心のない人の間でも流行った。フローリアンとは、 オーストリア皇帝の純白の愛馬の名前で、さらにその名は、聖人、フロリアヌスに由来する。この馬は、バンビで知られる児童文学作家、フェリックス・ザルテンの作品、白馬ロ,ローリアンにも登場する。派生者種である117クーペが、当時種のエンブレムを、フロントグリルに持つのは、ジョルジェット・ジュージアーロが東洋を象徴するものとして、当時種を選択し、エンブレムをデザインしたものであるが、 本社の後期型 SE の一部が馬のエンブレムを付けるのは社名由来によるものである。駆動方式は当時一般的な後輪駆動。エンジンやグレード設定についてはいくつかあり、下記を参照。また、拡大にはライトンの設定もある。サスペンションは先行するベレットが B タイプを除いて四輪独立喧嘩であるのに対し、本社は前輪が ダブルウィッシュボーン、コイルスプリング、後輪がリジットアクスル、リーフスプリング、さらにリサーキュレーテッドボール式ステアリングギアという非常にコンベンショナルな仕様で、技術的には明らかな抗体に見える。当時、ベレットのリアサスペンションに起因する点灯問題は対象両方ながら一定の実用性を確保するまでには至っていたが、根本的な解決を見ておらず、 やむなく後継者では、降臨独立喧嘩の開発を中止したというのが、実情である。しかし、フローリアンの前後の設置バランスや、ロードホールディングはよく煮詰められたものであり、限界時の挙動もわかりやすく好ましいもので、かつ、安全な特性となった。もともとスポーツ志向のモデルではないこともあり、ファミリーカーとしての重要な操縦安定性、及び耐久性を基とした、手堅い設定である。 117クーペの母体となった117サルーンが1966年10月の第13回東京モーターショーに117スポーツ、117クーペのプロトタイプと共に出品される。デザインはジュージアーロが移籍してくる、以前のカロッツエリアギアのフィリッポ・ザビーヌが担当。丸型4頭のフロントビューとリアコンビランプなどが生産型と大きく異なる。 ギアのオリジナルではリアがファストバックであった。1967年11月発表及び発売開始、前後ともに逆スラント形状で後端の下がったシルエットやロクライトキャビン、大型の異形、滑形ヘッドランプなど欧州車の雰囲気が強い外観で異彩を放った。フロントには当時、イスズが採用し始めた新エンブレム、アイマーク、円の中に、 縦長の台を2個配置する、ど導に似たデザインを採用している。ベレット GT の1600コハフガソリンエンジンを扱いやすくチューンして搭載したが、1969年より再チェシーに変更となる。トランスミッションは、デビュー時は3足 MT であったが、翌年4足 MT に変更されている。セダンの後部ランプは、 ブレーキランプ及びウインカー兼用のテールランプと後退等バックアップランプの横長コンビネーションランプであり小さくまとめられている。ライトバンは跳ね上げ式のバックドアのためランプ取り付けスペースが狭いにもかかわらずランプをセダン同様の横置きとし通常ライトバンでは縦長のランプを採用されることが多いブレーキランプとウインカー兼用の小さなランプの下に 丸型の後退灯を別体で装備する。この後退灯は、ワスプやエルフに使われているものと同じである。1969年3月に、初めてのマイナーチェンジを実施。フロントグリルのデザインを変更。セダンの後部ランプは、アメリカ車風の大型で、立体的なものに変更され、さらに当時の法改正に対応させるため、リアウインカーが、 アンバーのレンズを持つ独立式に変更された。そのため、小型のリアランプを持つフローリアンは2年に満たない、わずかな期間の生産となる。同時にブルーバード SSS の対抗馬として、唯一のホットモデル、TS が投入された。TS はツーリングスポーツの略で、ツインキャブレター装備モデルの区分となる。当初は、ベレット用の1600クコハフガソリンエンジンがそのまま。 搭載されていたが、直後に、サイチェシーに変更。1970年の中期モデル移行時に、全面的に117空ーペーをオ1800。シーサーイチェシーガソリンエンジンに切り替えられ、型式が PA30 型となる。PA20 型の TS は、艶消し黒ボンネット、オプションやフロントデザインなどで、ベレット GT 同様のイメージを足せ、 他グレードとの差別化が図られていたが、1970年の PA30 型行時には、全グレードが共通スタイルとなる。1970年10月に2度目のマイナーチェンジを受け、全グレードが丸型4ヘッドランプ、比較型に変更となる。同じ丸型4頭でも TS のマスクとは、打って変わり、メリハリの効いた造形となった。 ライトベゼルやグリルを金属のプレス品から大型の樹脂一体成型品へ置き換えて従来難しかった立体的な造形と部品点数の削減を両立させる手法はこの時代の全メーカーの自動車に見られた。セダンのリア周りは初期型の1969年以降のモデルとほとんど変わっていないがバックアップランプとリフレクター、その脇のガーニッシュの形状が変更される。 前後ともに、車を大きく見せるためのデザインにへと変更されたが、オリジナルのままのボディーラインとのマッチングには違和感があり、初期のイタリア車風の上品な雰囲気はここで失われてる。1600シーサーイチェシーガソリンの PA20 型、パワーアップ版の1800シーサーイチェシー、ガソリンエンジン車である PA30 型が加わる。他社がモデルチェンジを繰り返す中、 手直しで済ませた、この台以降は販売では苦戦が続き、法人需要に頼るのみで、先細り状態となる。1973年11月にもマイナーチェンジを実施。フロントターンシグナルは、中期型117クーペと共通のものに変更された。ライトバンも同時に変更されたが、生産台数がセダンより少ないため、新しく金型を起こすことが許されず。 テールランプの形状はそのままで、その下に独立していたバックアップランプをアンバーにレンズ色を変更した上でリアウインカーとした。追い出された形のバックアップランプはバンパー吊り下げの汎用品となってしまった。同時に 1600cc の PA20 型が廃止されている。1975年11月には昭和50年排出ガス規制により、 対策困難な115バリー機のスポーティ仕様の TS-1800DX オートマチックがカタログをちする。1976年9月、昭和51年排出ガス規制への適合と同時に、グレードは5速マニュアルで、クーラー付けの豪華仕様の1800スーパー、DX のみ、車体色もマルーンのみという完全一車型のバリエーションが全くない状態となった。 また、バスプに代わり生産されることになった、ピックアップトラックである、ファスター、シボレーラビも、ベースとなるコンポーネンツが、フローリアン以外になかったため、ボディーパネルに至るまで、部品の多くが流用されている。1977年11月、マイナーチェンジで、シリーズに SE となる。フロントグリルを独立させて大型化、メッキ仕上げとし、ヘッドランプを、 当時の流行に合わせた規格型の角型4頭へ変更、バンパーも大型化された。これらにより、外観は一気に無国籍な雰囲気となった。セダンのリアエンドもそれに対応させて、垂直とし、バンパーを大型化、リアコンビランプも横長の大きなものへと変わったが、給油口の位置は変更されていない。一方で、ライトバンのリア周りは、 大型バンパーの装備以外は全く手がつけられていない。これらの変更は、大掛かりなボディ外反の金型の変更は、一切行われておらず、すべてネジ止め部品を上から被かせることで行われている。当然、機能上の進化も、ほとんど見られない。結果、雰囲気は一変し、技術、品質、デザインの、各方面で低迷していた、同時代のイギリス車を彷彿とさせる。 威圧かにある風貌を呈したが、社服やボンネット孔に見合わないそのオーバーデコレーションは、悪趣味と言われても仕方のないような風体で、プアマンズロールスと、巷で呼ばれることとなる。社名も、フローリアン SE に変更される。ただしダッシュボードは、初期型からの左右対称型で、クーラーが、助手席のグローブボックスに内蔵されたままである。また、この台より、エルフで好評であった。 C190 型直列4気筒オフ等 F1951CC ディーゼルエンジン搭載モデルが設定された。乗用車用として騒音を下げるため、燃料噴射ポンプの駆動方法がギアトレーンからコグドベルト、発ケゴムベルトへ変更されているほか、エンジン停止方法もエルフの燃料カットから、より振動の少ない電動インテークシャッターによる吸気カットに変更されている。コス。 クイックオンシステム、いわゆるクイックグローという予熱時間がほとんどいらないシステムとわせ、これらはいずれもディーゼルエンジンを知り尽くしたイスズの綿木薬所ともいう出来栄えであり、オイルショック以降の省エネルギームードの中、一定の注目と評価を受けた。1978年に6195台を販売し、低迷した販売台数の底上げにディーゼルエンジン車が 大きな効果を見せたが、同時期のライバル車にもディーゼルエンジン搭載車が追加されるようになり、ローレルが1978年11月、マーク E が1979年10月に登場した。これら2車は設計が新しい上、当初からパワーステアリングと AT 車が設定されていた。原設計の古いフローリアンは競争力に欠け、販売台数も再び低迷する。 1979年5月、ディーゼル車の燃料噴射ポンプを、列型、ボッシュ A 型から分配型、ボッシュ B 型へ変更。同時に、昭和54年排出ガス規制に適合し、形式が、KPAD30 となる。ステアリングホイールを、ジェミニ、PF50 系の3本スポークのものに変更。ここでは、ダッシュボードの形状は変更されていない。 1980年3月、マイナーチェンジ。特徴的な左右対称のダッシュボードをやめ、先の117クーペと同様のデザインへ変更。ようやく冷暖房と除湿ができるエアコンが設定された。ディーゼルのみ、AT もラインナップされた。商品内容はアップしたものの、1981年には1976年、763台以来、再び3桁台。 490台の販売にダウン。1982年10月、生産を終了。それ以降は在庫対オーブンのみの販売となる。1983年4月、事実上の後継車種となる。アスカ、登場当初は、フローリアンアスカという社名だったの発売開始に、伴い販売を終了。不人気ゆえに投資ができず、改良が進まないまま、結果、また、 不人気が続くという悪循環の障害であった。しかし、イスズディーゼルの美点は広く認められ、以降、ジェミニなどでのディーゼル乗用車のヒットにつながっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。